ああ、宮下さん、5年後どうなってるはですね、じゃあ小池さん、ヒントを出して、あ、どう？ヒントなしでもいけそう？皆さんは。そうですね。まあ、まず最初はチャレンジしていただけたはらい。と。なはい。しです。なんやろ、子供が大きくなってるから、ちょっとそれも踏まえて、ほうほう。なんか、もっと自分の時間を作って、わからない。ごめんなさい。はい、全然。はい。なじかなかゃあ、難しかっ小池た。さん、ヒント出してあげてください。まあ、で、どれなら当たりそうで、どうですかね？偏ってる、偏、うん、どうやろありますよね。あ、でもそうか。それで言うと、まあ、そうですね。共通点があるところもあるしっていうところですね。だから、皆さん、仕事ですよ。皆さん、なんかこの今の延長線上を皆さんがイメージをされているんですね。でも難しいな、確かに。でもまあまあまあ、ごめん、これを俺が小池さんに振ったのがあれやったから大丈夫です。振る人もちょっと考えなかった。難難しいです。キャリコン系？キャリア？違うかな？だからこれまあ、前回もそうですし、まあ、青柳さんの時も、小池さんの時もそれ、まあ一応5年後とは聞いてますが、別に5年に限定せず10年後かもしれない。まあ、宮下さんの将来は、ね、宮下さん以外のスタッフはこんな感じになってるんじゃないか、まあ、なってほしいみたいな願望も含めてると思うんですが、それをみんなはどう答えたでしょうかということですね。はい。障害者の就労支援っていうところで、なんかキャリコンとしても活動してるみたいな？違う？おげさん、そうそうどうそう。ですか？もう、これ、どうですか？いや、一もう番小池ジ下ャッジは？でいいです、これは。行きはまい。した。はい、じ一ゃあ読ん番でください。下がそれで正解ですかね？はい。障害福祉かけるキャリコン。かける障害児ママの分野で第一人者になっているというのがありました。はい。でも、下から2つ目も一緒じゃない？でも。まあ、そうですよね。そうですね。まあ、じゃこれも言いますか。定着に定評があり、障害者雇用界では有名人っていうのもありましたね。ですね。まあでもそれで言うと、そう、一番もう、なんか まあな、そうやねんな。だからそれで言うたら、ほら、もうそうや。その6番目以外は全部言っちゃうか。どうぞ、小池さん。6番目ってこれですね。わかりました。はい。定着のプロ。アイワークス姫路のセンター長。イメージじゃないけどね。姫路みたいな感じで、姫路もう一回、マスもう一回、小池さん、もう一回、はい。アイワークス姫路、のセンター長。そこはもう一回、姫路って言わなあかんやん。すいません。はい。で、アイワークスで今以上に活躍していると思う。センター長。宮下さんの活躍で、独自求人多数が、アイワークスの歌い文句になっているというお答えがあそうりでますした。ね。素晴らしい。で、そんな中、一個だけ、まだこれ、あえてね、この人も多分ちょっと浮きを狙ってるのもあると思うんですが、今井内悟さんという人なんですけど、それも、まあ、意外とと書いてますけど、これもしね、当てれたらいいなと思うんですけど、皆様。外と、でもプライベートの方ですよね。あ、そうですね、プライベートの方ですよね。情報発信されてるからゆえのですよそうそう、ね。悟さんが知ってたんですよ。わかったって、すごい。どうぞ。上半身、ちょっと待ってください。ちょっとぶれました。小池さんのヒントが混乱させてるかも。いること。宮下さんの口から、あ、わかりました、わかりました。はい、意どうぞ。外と、柔道をやっている？ああ。なるほど。ああ、まあ、確かにそれなんかちょっも、と言ったりとかしてるから。今はやってないけど、息子たちがやってるか始ら、めおたかみんたいも。な。
年後柔道デビューしちゃった。そうそう、強なったみたいな。小池さん。残念ですね。でも、プライベート絡みではありますよね。他の形で。だから、この、まさに、やっぱ、悟さんは、そういうところにご興味があるから、この情報に食いついたのかなっていう、俺もそれは思うわ。うん。感じそうそう、だからもうこれあれですけど、もう言っときますけど、そう、最後、次、今年最後の客観視クイズは、吉岡悟さんなんで、そう、吉岡悟さんだから書いたのはあると思うんですね、僕も。はい。じゃあ、吉岡悟さんと宮下さんの共通点、はい。はい。はい。あれでしょ。ラーメン屋オープン違う？あ、そうか。そうですよね。ご家族の。うんうんうん、そうですよね。二代目。はい、違うかな。残念です。はい。ちょっとわからないです。これ、ラーメン屋はまさに、あ、そっから来たか。そうですよね。だ宮下さん、あれですもんね。実は、ご両親は昔ラーメン屋さんを、してたんですもんね。だからそこで本当すごい人気やったんですよね。はい。ね、いやそうそう。あ、確かにそう言われてもそうですけど。はい。じゃあもう小池さんこれ出ないと思うんで。はい。答えを言ってください。小池さん。発表します。はい。意外と自分の農園をメインに農作業をしている。そうですね。そうですね。うんうん。本当だ。ね、実は今姫